じゃあ転線お願いします。はい、膝ぐらい、はい、じゃあウエストアップです。よいしょ、はいはいはい、よいしょ、はい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 、じゃあ横にしていきます。よいしょ、はい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 、はい、じゃあ振り返りお願いします。はいまあ間違いないですけどね、はい、うん、それで、はい、じゃあ横位置、はい、はい、はい、電話が来た、はい、じゃあ椅子で行きます。全身取ってなかった。よいしょ、はい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 、やっちゃいます。よいしょ。はい、じゃあラストです。はい、OK です。ありがとうございます。よいしょ、一回確認します。はい、うん、いいですね。ちょっと待って、ちょっと前出ますか。はい、はい、うん、もう一回いきます。はい、うん、はい、じゃあ行きましょう。はい、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 まあ YouTube 的にはこのぐらいだったら OK なんだろう。全機種、うん、全機種、いや結構ね AI がねあれやるんで肌の露出で結構蹴られるんですよ。あ、そういうこと、うん、で当然 AI なんで勘違いもあるんだけどさ、そういう時は手動で審査を依頼みたいなのができるんですけど。あ、そうなんだ、うん、だからこれ別に大丈夫なんですけどね。AI がやってるの。そうそう、だって日々どれだけの動画がアップされてるかって話ですよ。そうですよね、うん、一人一人チェックできない、できない、はい、膝です。はい、はい、うん、いいですね。
じゃあウエストアップいきます。はい、よいしょ、はい、うん、いい、はい、ちょっと絞るか、はい、やっぱ開けた方がいいな、はい、はい、はい、うん、はい、はい、うん、取りやすいですね、はい、取りやすい、うん、いや全体的に、じゃあウエストアップでいきます。あ、ウエストバストアップか、バストアップ、バストアップ、はい、うん、はい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 、ちょっと見ていただきたいです。バストアップですけど、ね、おー、いいじゃんいいじゃん、もういい、いい、うんうんうん、なんか宣材写真みたいだけど、確かに宣材写真みたいだけど、白背景だからどうしてもまあそう見えちゃう、そう見ちゃうとね、あ、まあ、さっきよりあれ低いから大丈夫かな、ちょっと低くさっきです、あ、でも今度はロゴ関係ないから、うんうん、ちょっと低めにしますか、低めで、うん、こっちを前曲げると、いや、座ります、座って、座って、こう、うん、その方がいいですね、はい、かけたらいいですか、いいです、いいです、一回確認します、はい、もうちょい高い方がいいかな、ごめんなさい、足の見せ方には私の美学があるんですよ。自分で言うのもなんだけど、足長く取るのと天才だと思ってるんです。アプリで、アプリでやる。でももう。おお、いい、いい、いい。でしょ。よし。よし。今度低くします、ね、はい、で膝乗せましょう、あ、さっきのか、うん、逆、あ、でも向きはこっちが苦手なんだって、こっちが嫌だ、嫌だ、じゃあ逆にしましょう、あ、で左を乗せる、いや、どっちでも大丈夫です、うん、それでもいいし、そうそう、で上半身こっち向きですね、はい、慣れてなさそうだね体がそもそも超硬いっていう、あ、そうなんだ不自然、不自然、あ、その方がいいね、うん、一回確認、ここのくびれが命なんで、あ、そっか、うん、はい、今みたいに前にならない方がいいね、うん、あ、ならないがいい、うん、そう、なぜなら、なんでなら
なぜなら今これは OK なんですよ。はいはいはい。これがこうなっちゃう。ああ本当だ。ね。ダメね。重心がこれはまあいいんだけど。結局まず基本は S 字なんだけどさ。まあこれギリだけど。こうなっちゃうと。頭がねこっちに来ちゃうとバランスが悪くなっちゃうかな。やってみよう。なんかレッスンみたいになってるけど。ああそう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 、うん、さっきより全然いいです、はい、はい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 、もうちょい上半身こっち向けますか。うん、そう、それがいい。はい、それで足反対にしてみますか、試しに。こうか。うん、そう。それとさっきと一緒か。さっきと一緒。はい、一緒か。じゃあごめんなさい、もう一回足逆にしてもらって。うん。今度、応用編で、手を前につくっていう。こっち？うん。ここに？うん。その時どうする？盆踊りみたいになってる。その時も結局背中反らすのが一番いいですよね。ただ、ちょっとごめんね。もうちょい前向きにしようか。で、こう。え？なんか違うみたいな。もうだいぶ背中反らしたわ。やめとくか。やめとくか。やめとくか。違う。多分見せた方がわかるかな。横に持ってきた方がいいよ、逆に。あのね、で横についてもらって、おっとっと、こうなってて、もう完全にここを伸ばすから、今こうなってるじゃん。それも体横に持ってきちゃうって感じですよ。そうそうそう。それで頭こっち。逆。そう。傾いてる方向に頭持っていっちゃうと。結局重心もみんなそっちに行くじゃないですか。そうすると絵の重心がこっちに行っちゃうんですよ。あ、で結局その自分はあの写真を重さで見るんですけど、そうした時に全部こっちが見た時に右側重くなっちゃうよねってなっちゃうんだけど、頭をこっちにしてくれると左右のバランスが重さ的にバランスが取れる。あ、でもない、右手がダメだね。あ、それでもいい、それでもいいよ。はい、はい、あ、いいですね、勘がいいね、勘がいいよ、はい、うん、そうそうそう、はい、これ逆に上から行った方がいいね、はい、そう、顔もうちょいこっち向きで、うん、あ、行き過ぎた、行き過ぎた、それぐらい、それぐらい、OK、はい、おお、いい、ね、いい。もうちょいこっち正面になりますか、全体的に。今と同じポーズでいいですけど。こういうことか。そういうことだな、うん、そういうこと、はい、うん、はい、はい、こうなってくるわけですよ。おお、いい、ね、いい、そうするとこのくびれとお尻のラインまで入ってくるんで、すごい、一つの画角にどれだけ女の子の情報を入れられるかっていう勝負ですよね。まあこれは撮る側の作業だからね、はい、すごい、はい、そう、ちょっと顎を上げすぎかな、はい、そう、うん、いいですよ、はい、これは変か。いや変じゃない、まあこれグラビアだと本当谷間狙いなカットなんですよ。ああ確かに確かに、だからグラビアっても胸の谷間とお尻のライン入れるっていうのが基本なんで、まあそれの応用ですね。今髪の毛で隠れちゃってるけど、多分水着だったらそっちでやっちゃってるっていう。ああ、うん、そっか、
はい、じゃあこの膝立ちいきましょうかね。よし、なんか木村さんってなんだかんださ割とお堅いチーム多いじゃないですか。そう俺からすると、うん、よくそんな感じでやってられんなと思うよね逆にいいのかもしれないけどね。大丈夫ですか、はい、じゃあお願いします。はい、はい、クラクラ、いいですね、はいはいはい、からいきます。よいしょ、はい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 、おやつだ、お尻ペタンとつけます。はい、はい、でお任せ、最初それにしますか。全身入るかな。膝の辺出していきましょうか。体育座りみたいな感じになってみましょう。もう気持ち正面がいいかな。うん、そんな感じで。ラストにしましょうか。はい、うん、じゃあ OK かな。イエーイ。